こんにちは、川崎です。今日の動画はカツ屋で、いろんな種類のカツ丼を買ってきたので今日はこれを食べます。いやー、カツ丼大好きな自分からしたら最高ですねそれでは早速食べていきましょう。いただきます。じゃあまず最初はうちのヒレカツ丼からです。いや、ヒレはいいですね。すごいヘルシーそうで、うん、いやもう最高ですね。うまっ。ちなみに今日ご飯はすべて大盛りです。ヒレカツ丼めっちゃうまかったです。カツ丼の梅ご飯大盛りです。うん、脂身が程よく乗っていていいですね。本当にこちらロースカツ丼の方が僕は好きです。うん、
レだとあっさりしてるんですけど、ロースはやっぱり、ちょっと脂身好きな方には結構いいかもしれないですね。美味しかったです。次はソースカツ丼です。ソースカツ丼も美味しそうです。この程よい脂身がいいですね。
ツカツ丼、超うまかったです。次は赤からカツ丼です。すごいもう香辛料の匂いがすごいします。いや辛いカツ丼か。あ、これはうまい。うん、あ、でも結構辛いですね。うん、あ、でも辛いんですけどすごい癖になる味ですね。あ、うまいな。結構辛いですね、やっぱりこの赤からカツ丼は。やっぱり辛いものを食べると急に頭の、あ、頭じゃない、鼻の頭に、鼻の頭から汗が出てきますね。結構辛いですね、やっぱり。
赤からカツ丼、辛かったがいっけ、辛かったんですけど美味しかったです。 B はネギ玉カツ丼です。ネギ玉カツ丼超うまい。ネギ玉カツ丼めちゃめちゃ美味しかったです。次は味噌カツ丼です。
噌カツ丼うまい。味噌がすごい、ちょっと甘くて美味しいです。
ソカツ丼、美味しかったです。最後はカツカレーをいただきます。いやー、カツカレーいいですね。うまい。
はい、というわけで達也の、大盛り弁当7つ美味しかったです。ごちそうさまでした。いやー、達也のカツ丼のお弁当はもうどれも美味しかったですね。あの赤からカツ丼、意外に辛かったんで、すごい辛いもの好きな方にはすごい、美味しい、旨辛なカツ丼でした。で他のカツ丼も、ソースカツ丼だったり、味噌カツ丼、あと普通の、卵とじになったカツ丼だったり、あとカツカレー、いやもうどれもいいですね。もう最高です。でヒレカツ丼も結構、やっぱあっさり系な感じだったんで、僕はどっちかと言ったらあのロースカツ丼はですかね。まあ今日も、美味しいお弁当をたくさん食べれて、よかったです。はい、というわけで本日もご視聴ありがとうございました。次回の動画もよろしくお願いいたします。以上、バズりでした。